はい、どうも皆さん、こんにちは。もち TV です。ということで、今回もイニングラブ2018やっていきたいと思います。ということで、今回はですね、まあ、目玉選手ですよね。今回のレジェンド、ロナウジーニョをね、使っていきましょう。いや、楽しみ。はい、ということで、今この画面はちょっとデシャになってるんですけど、まあ、使っていく監督はペケルマンで、はい、使っていきたいと思います。まあ、せっかくね、レベル30時まで上げたので、まあ、使っていこうじゃないかと。まあ強い。まあね、能力値を見ていただけば分かるんですけれども、はい、非常に本当に、上の数値ですね、うん、がもう全体的に高いと。ただなんかコメントだと、うん、ちょっと70のもうちょい強くしてほしいだったりとか、そうだね、使い方がなんかちょっと癖が、うん、まあ、あるのかな、じゃあるんでという感じで、まあそうだね、まあ、今回ちょっと使ってきますけど、うん、まあ、そこら辺のポイントだったりとかね、はい、抑えていければなというふうに思うんですが、はい、まあ、一応ですね、2試合取ったん で、一応スーパースターだね。スーパースターで、今来てるイベントのスーパースターとやったんですけど、多分敵を抜くのは一番スーパースターが難しい感じっていうのと、う、ね、あと重くないっていうのがあるんで、はい、うん、まあ、そこでちょっと動き見て、うん、まあオンラインでもね、また時間があって、まあ、その機会にちょっとね、もう急いでというか、うん、もう普通にもうババッと取ってる試合なんですけれども、うん、まあ、ちょっとねロナウジーニョの部分だけというか、まあ、ハイライト形式でちょっとお見せしていこうかなと。かなりまあやっぱボールコントロールの部分は高いし、そうだね、パスの精度もすごい高い数字になっているので、そう、パスが結構特徴的かなっていった感じで、出し方がなんか結構そうだ、ね、他の選手とちょっと攻め方違うよね、違うかなって、まあ、そのシーンとかも出てくるんで、はい、まあ、ちょっと見ていこうかなと思うんですが、ペケルマンだと右の ST で、そうだね、あ、ですね、1試合目を左に置いて、はい、2試合目を右に置いてるといった形なんで、これ OMF の方が総合値高いんですけど、そうだね、91になるね、ST で使ってる理由は OMF で使うと、うん、極端にスタミナがロナウジーニョちょっとないんで、うん、そのないのを ST だと、だ、ね、まあ、ちょっと抑えられると。そうで、あとね、ナンバー10だからめちゃめちゃ止まってるから、そうだね、 OMF でよりも前の方がいいかな、まあ、ST の方が使いやすいのかなっていうのは個人的にはあるね。そうだね、ナンバー10はね止まっちゃう、そのプレースキルの能力で、うん、ナンバー10があるんで、 OMF であそこで止まってられるとちょっとまあ邪魔っちゃ邪魔なんでね、うん、まあ、見ていただければ分かるんですが、この試合はですね、これ止まってますね、うん、見ていただけば分かるんですけど、ずっと止まってるんですよ。基本的にやっぱ動かないんで、ここですね、さあ、ここ簡単に入れて、うん、ちょっと切り返して打つと、素晴らしい、やっぱ瞬発あるね、瞬発ある、すごい、キュッといく、うん、だから、ナンバー10なんで、基本的には動かないんで、ロナウジーニョから起点を作るような動きが作れると、そうだね、うまくいきそうな感じするね。うん、まあ、パスがいいから本当に、そう、かなり早めに、そうだね、先制が早かったね、すごい、まあ、これ普通スーパースターの星5なんで、まあ、結構強いんですけど、うん、まあ、その中でどんぐらいねやれるかといった感じで、これもないけど、パスなんだよね、うん、これね結構まあアドバンスわかんないんだけど、うん、クラシックってスルーパスボタンしかないからパスの強弱とか長さがね切れないんだけど、うん、これピタッっていうこのパスだよね、こういうパスする人ってあんまりいなくて、なんかすごい、まあなんか、これだこれみたいなのが多いよね。そう、素朴なパスなんですけど、ただこういうパスってなんか伸びちゃってキーパーに触られたりとかするんだけど、うん、あそこ何、手か、なんか加減できんのみたいな感じで、優しいね。そう、意外とすごいびっくりしたところだったね、今のところのパス加減は。はい、ということで、こうですね、このドリブルのタッチの細かさ、入ってきて、シュートですね。うん、なんか、そこまでめちゃめちゃタッチが細かいってわけでもないんだけど、うん、ここね、このそうだね、外を向いてのこのコンカみたいな、コンカみたいな早いね、うん、いや、めちゃめちゃいいと思うよ、多分決定力も高いし、おそらく多分使いにくいなって感じてる人の中には、うん、まだそのチーム適用率が上がってなかったりとか、そうだね、あとはなんだろう、 ST とか、まあ、OMF で結構使っちゃったりとか、うん、ナンバー10の特性を理解してないと、そうだね、ちょっと使いにくいって感じることはあるのかもしれないんですけど、そこは多分フリットと一緒で、 そのロナウジーニョをパス出す規定にしてもらえれば、ルーレットとかもできるから、ロナウジーニョはね非常に、まあ、あのルーレットと確定じゃないんで、ただフリックしてるだけなんですけど、うん、あんな感じで、これね素晴らしい、これすごいよね、ああ、よいしょ、いいね、
まあ、この前のプレーがすごい良かったんだけど、うん、まあ、ここまでの流れだよね。あとローマキュニアそのダッシュした後とさ、その前の差が激しいからさ、うん、めちゃめちゃ緩急が激しいから、うん、結構取りにくそうだよね。なんかね、でもオンライン使うとどうなんだろうなって感じするよね、結構重い中でも、うん、いやでも不思議な間合いがある選手なんじゃないかなと思う。さあここですね、これ同じキックフェイントとか非常にこのパス素晴らしい。ちょっとポールセン外しちゃうんですけど、うん、こういったフライパスなんか映像であるよね、こういうあるあるある、ああいうパス出すからアウトで、まあ、ああいったプレーできるんでね。でもやっぱりエラシコ出したいね、確定技で。確定技ないか、確定技ってないからね。そう、なんかそのフリックでランダムみたいになってるけど、まあそれで出せればなといった感じ。まあ1試合目ね、これ本当初めて使ってるといった感じなんですけど、まあこれだけいい動きできてるんで、うん、まあ、2試合目も結構楽しみかなといった感じでね、見ていきましょう。やっぱナンバー10の選手使うときはやっぱナンバー10みたいな扱いしてあげないと、うん、そう、まずはロナウジーニョにこう出すみたいな感じのがやっぱ得策なのかなっていうのがありますね。まあね、だから動かないからね、そのなんだろう、ディフェンダーと被ることも多いんだけど、うん、ただ逆に動かないことが良かったりとかもするときがあるので、ね、普通に結構ね、要はリトリート、要は相手のラインが低い監督とかだと逆に裏抜けすると詰まっちゃったりとかするんで、うん、それだったら普通に止まってて、うん、そこ経由してパスを出したりとかした方が良かったりもするんで、まあ、使い方によっては本当にいいって感じかな。あとは結局フリットとかもそうだけど、うん、ナンバー10ワンパワンタッチパス持ち、そうだね、ワンパ持ちなんで、うん、結局相手が近くてもロナウジーニョに経由して、うん、ワンパでどっか他のところで捌くことによって、うん、ロナウジーニョかなりいい感じで動いてくれるんで、まあワンツーの入力とかも、うん、結構必須になってくる選手なのかなっていうのは。いや、てかもうみんなだからあれだね、やっぱりレジェンドいるね、うん、しっかり。さあポールセン貯めてロナウジーニョキックエンド、いやいシザースケリラをね、ここら辺の細かさ、いやすごい、いいよ左、はい、うん、いいね、あの細かさだよね、ボールタッチの。さあここまで、ね、スーパースター相手にこれでいけるんだったら、やっぱすごい強いね。強い。さあ、ワンタッチで叩いて、もう一回ロナウジーニョ。さあ、ここが謎のスルっていうのがあるんだよね。やっぱそのダッシュするときとダッシュしないときの緩急の、緩急いいね。すごいね。さあ、ここも前向いて、ダブルタッチ。でケディラをかわしてくる、うん、ケディラもチンチンされてんな、うん、はい、これね、シュート力はでもキック力はあんまないの、こっから打ってみたんだけど、うん、キック力はやっぱないかな、そんなに。このパスちょうどいいんだよね、結構。ここいや抜くな、かわして、この謎の謎の浮かし、たまに出るよねこれ、うん、このシーン、キックフェイントでかわして、なんか死んだけど、謎のボールかし、 やるねこれ、うん、やはり異次元のテクニシャンだ、ね、そうだね、ああいうのやるから、うん、やこういう選手今なかなかね、まあいないよね、ほんと。でもまあ結構ムラが激しいとか、まあ、なんか言われてたりとかしたけど、いや面白さナンバーワンじゃない、いややばかったでしょ、うん、あの全盛期止められなかったでしょ、うん、ボール持ったらこの辺からもね、ボール吸い付いてるからね、一回パス入れて、ここは取られていくね。さあボールを奪っていく、ここもね動いてないんで、うん、まあ、ここ動いたね。さあここでフライパスでポールセンのアシスト、パスいいな、パスいい。まあドリブルのイメージがナナジーニョはね、やっぱりあの、うん、リアルだと強いんだけど、ゲームだとねやっぱパス、でもパスもすごかった、まあ、パスもすごいんだけど、うん、でもなんかドリブルっていうよりかなんか瞬間的なかわしがすごかったよね。そうそう、なんかシザースとかね、エラシコやってほしかったな、エラシコね、そうエラシコやりたいんだけど、うん、PSO だと固定技あるよね確か、エラシコっていうコマンドが、 PSO でもエラシコやんねえからな、まあそうだね、めったにやらんからな。さあユフスポールセン、わし当たってロナウジーニョ、うん、おお、ロナウジーニョ、ボールも結構吸い付いてる感じがするね、うん、さあダッシュするときとしないときの緩急がすごい、いや、うん、いやグンっていくね、ここ謎の抜け、一回取られるんだけどもう一回、さあ、うん、ボールをまだ持つ、さあボールは友達へ、うん、飛んでるね飛んでるね、友達へ、
惜しい。狙っていってんだけどね、うん、このループ。なんかね、ボディバラーも結構いいよね。あ、高かったね、うん、PSO にしか一応 PSO ではしっかり乗ってるんですけど、ね、アプリだと多分ある数値的にはあるんですけど、うん、乗ってはない、おい、データでボディコントロールかな。そうだね、確かにボディコントロール91ぐらいかな、うん、確かそんな感じだったと思う。あ、これね、後半は確かあの後半でね、あの怪我体制がちょっと低くて怖いですね。そう、ロベカル本当に。まあ今回ね、俺も当たってんだよと。ここ思いっきし。俺も当たってんだよと。いや、これやりに来てるでしょといった感じでね。まあロベカルの方が先輩ですか。ここで蹴りたかったんだけどね、本当はロナウジーニョで。ただちょっと、ね、退場しちゃったんで蹴れなかったんですけど。さあ最後のすぐ戻ってくるから。そう。さあ最後のプレー。もうターンがいいんだよね、すごい、うん。なんかグッと相手の前に入れるんで。あのキックフェイントがものすごい、その、なんつうの、効く感じの選手なのかな。そうだね、なんか。さあ、ロナウジーニョ。まだこねる。うん。きつけ。いっちゃう。これ、あえてね、うん、こんだけロナウジーニョ、まあ、ロナウジーニョの動画なんで。まあ、すごいわな。うん、ゴリゴリロナウジーニョ使ってきますけど、うん。まあ、といった感じでね、まあ、2試合。はい、非常に使ってきたんですけど、いや、これはかなり楽しみな選手というか、うん、使っていきたいね、今後も。まあ、ね、本アカウントで持ってないんで、まあ、これ一応だから、あの無課金赤の方だからね。無課金アカウントの方なんで、ちょっと本アカの方ではまだ持ってないんですけど、いや、これは十分ね、なんかレベル上げていっても面白い選手だね。あとはだから、オンラインかな。そうだね。オンラインとかの動きも確認してみて、うん、まあ、ただでも、スーパースターで大体これぐらいできると、掴めたんで、ね。まあ、オンラインでちょっと重いぐらいなんで、ただまあ、向こうもオンラインと思うこともあるんで、まあ、お互い様なんでね。逆にヒュッてかわしたら、もうなんか、めちゃめちゃかわしたりとかもするんで、うん、まあ、逆にオンラインで生きたりもすると思うんで、うん、まあ、ちょっとね、オナウジーニョは、無課金の方とか、まあ、せっかくゲットしてるし、うん、まあ、ペケルマンとか、あと他にも監督まだいるんで。結構だから合わせて、そう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 、いろんな監督と合わせてもいいんですけど、まあ、基本的には、オモジティビ的には ST がそうだ、ね、おすすめ。おすすめかな。かなっていう感じで、OMF より ST を使うのがいいのかなと。ね、まあ、ナンバー10っていう、あと特性があるのを、うん、なんか多分頭の中に入れてもらうと、あ、そうだね、結構そうそうそう、うまく使えてなかったロナウジーニョとかも、うん、かなりうまく使えるようになるんじゃないかな、うん。そうだね。言った感じ。ちょっとナンバー10なんで癖あるんですけど、癖ある、ね、使いこなせるとめちゃくちゃ楽しい。いや、非常に強いから、はい、同じように一回経由するみたいな感じでね、うん、触っていけばいいんじゃないか。あとはまあ練習メニューとかでドリブルしまくったりとかして、ね、感覚をペケルマンだからそう考えると非常に理にかなっているか、まあ、3枚こう中にそうだ、ね、近いからね。ロナウジーニョの非常に経由しやすいっていうところがあるので、うん、はい、まあ、今回ちょっとペケルマンとか使ってます、ね、はい、ということで、また次回の紹介をさらっぽ